はいとえー、と今現在は2020年4月26日、えー、9時55分です、えー、10分前に、えー、地震がありまして結構広範囲の地震で、えーえー、茨城、埼玉、千葉、東京に震度4と出てるんですね これはちょっとゲームどころじゃないぞということで、えー、ゲーム配信してたんですがあ急遽雑談放送の方に切り替えるといった形です。はい、よろしくお願いします。で避難いやーもう腹をくくるしかないんじゃないの <laughs> あの、そはしょうがないんじゃないのど,どっちにしろ今だって まともなまともな避難みたいな避難じゃないや、あのー、まともな対応されてないんでさどうすればいいこうすればいいのでもね他の国もほらバッタが大変だとか干ばつだとかいろいろ言ってるからまあうちらの国だけではないのでねあのしょうがないかなと思いますえっとー どうかな速報的にどうですかえー、茨城県南部にて最大震度4、マグニチュード4.8の地震、えー、震源の深さは70キロ、津波の方の情報はないね。まあ、あ気をつけてください。 いやあ、怖かったな。久しぶりに、久しぶりに怖かったけど、だいたいこんなレベルのやつが、ほんと、1年に2、3回来てますからね。関東大震災は絶対来るって言われてるので、えー、その辺なんでしょうな。まあ、この1、2ヶ月、ほんと気をつけてください。こればっかりはもうどうしようもないな。えー、うん。多分、多分僕は今、夜通しほぼゲームをしてたので、 今終わっちゃうと変な時間に寝ちゃうことになるからできればゲームであと 2, 2、3時間起きてたかったんですがちょっと辛いねこれはまあしょうがないでしょうああ怖い怖い怖いわーよいしまあこんなこと言ってる間になんかあるかもと思ってつなげてるんですがはあまあどうしようもないですねこういうのはね こ,これに気づかないようにうるうるやってるのもどうかなとも思うので、うん、あやばいほ本当に眠くなった <laughs> 気が抜けたんですねいやあ地震だったな怖かったな今多分だからあれなんだろうな心細いんでしょうね、あのー、自粛生活をしているから 人に、人に会ってない、話してないっていうのですごい不安なところにあるんじゃないかなと思いますね。まあ、もうちょっと強く行きたいもんですな、ね。よこらせ。だいたいただいたい把握しました。把握はしました。 変だよねあとまあじゃあほんと雑談雑談ですけどあのねあのお隣の国のミサイルう撃つ人のところは手術が失敗したとかしてないとかっつってえ心臓のバイパス手術だっけかんかがどうのこうのっていうニュースも入ってきてるしまあほんと世界中が大変ですよね。 まあそ,そんなこんなでも人類は70億人いるんですからー助かるんじゃないかななんていうふうには思っております。僕が助からなくてもあなたたちが助かると思うのでね、それでいいかなとは思う あれ僕はあれかいあのー、マイクミュートにしてたのかずっとしょ画面をこっちに切り替えましたえっ、ー、とーゲームプレイ中だったんですけど自信につきあーあ,ー、うん、あーほんと会話できてるよしょ一人でわーって喋ってたらあれミュートになってたと思って いつからミュートだったんだと思ってさよっこらせ大丈夫,です大丈夫ありがとうえ GC、ー、につきあープレイ中止 4月の、えー、と26株上がれっつってね <laughs> あのね原油価格がマイナスになっちゃった、はい、うん、うん、ああまあ大丈夫ね雑談の時には雑談のお客さんが来るしなんか違う 生放送を始めると、その前の流れの人が、ゼルダやれ、ゼルダやれって言ってくるから、<laughs> ゼルダで認知されてしまったので、いついかなる時にでもゼルダやれって言われちゃうんでね。だから喋ることをやめたんですよ。相手視線の疲れるから。<laughs> いいじゃないあのー、日曜の朝。 雑談でもなくゲーム配信やってると思ってればうーんこう、なんかね、でもなんか騙し打ちみたいな感じでだめですよね、こういうのはねゲーム。ゲームなんだっつってんのに。でもちょっとね、おちおちやってもいられないんだよね。あの、猛者はいるけどね、なんか電気がストップするまで配信止めないっつってさ。 揺れてる画面で自撮りしながらなんかやってた人とかいるもんね10年前ねさすがに僕はそういうのまではいけないのでそこまで多分覚悟を決めてないんでしょうねあのゲームとかしてたら不謹慎って思っちゃうから

ありとあらゆるネタバレをぶっ込まれるからさ <laughs>。これは取りましたかとか。株価いくつですかとかさ。まあそうなんだろうなと思うんですけど、まだ始、ま、めて1日か2日しか経ってないのに、か株価の話されてもらおと思ってた。ご覧の通りだと思って。<laughs> いろいろだよん。 えー、2日前ぐらいにコメントで来たやつでしずえさんとイチャイチャしたいとかっていう風に書いてる人とかねそういう風に書いとけばちょっと自分が異常者っぽい気分になれていいんでしょうなと思ってさあの <laughs> なんだろうねもう,もうちょっとさメジャーメジャーじゃなくてさメジャーマイナーを攻めたりとかさ してくれよなんていうふうに思うので、あのー、まあそれはねリアルタイムだと拾わざるを得なかったりフォローせざるを得なかったりするからねこっちはゲームを楽しみたくてそれでいてこの僕が楽しんだゲーム感というのをもうそのまんま蔵だししゃ,べしゃべらないだってゲームが面白いんだもんあの <laughs> ゲームに余計な僕の声なんか本当はいらないんですよ 常々思いますね。ただ、そうすると本当にただプレイするだけだし、ねあの足すと何が違うんだって話になるので、機械がオートプレイしてるのと同じじゃんかっていうのもあると思うんですけどね。でもやっぱ僕、ゲーム、ゲームの動画見ようとするときにさ、大体その実況の人がうるさくてやめるんだよ、途中で。うるせえって言って。 <laughs> だからまあ自分もやるけどねそんな真似事のようなことやるけど結局配信で一言もいや全然言うよ絶え間なく言うよ絶え間なく言うんだけどさ何だろうどっちにしろゲームに対してのリアクションなんてねパターン少ないですからね それは他の人がやってるから <laughs> 他の人でいいんじゃないのと思いますよ <laughs> だからうちの放送はほら割と少人数で来る来られる方が少人数だからさある程度まとまりはあるんだけどさ なんだろう1万人とかさ、ね、10万人とか来る配信とかだとさその見てる人がコメントで盛り上がるわけだだからやってる方もピエロになってさ同系を演じなきゃいけないわけですよそうするとゲームそのものの面白さとはまた違ってくるんだよねそのプレイヤーの同系具合というかさそこで判断され始めちゃうから 俺はもう違うんじゃないのだろが思っちゃったりするんでね。だからっつってやらないわけじゃないよ。ゼルダの伝説は喋ってやってるし、他のゲームも喋ってやってるしね。でもまあ、黙々とただただ何時間もそうやって垂れ流せるぐらいにはゲームのポテンシャルが高いってことでいいんじゃないかなと思ったりしますね。いやー、まい、あ、った。 まいったー。ああ、やっとドキドキが収まってきました。まあ、この後ちょっとどうなるか分かりませんけども、もう配信の方はこれで終わりと。ちょっとした、ちょっとした風評被害への文句みたいなことを喋ってみましたけどね、あの、動物の森はやっぱ何がいいかっいうとね、このゲームに入り込んでる時は、このゲームの世界の中に本当に えー、逃避できるところですねこれやってる間はそのうるさいニュースというか、うん、わざわざこう取得しに行かなくていいわけですから動物の森やりながらなんか違うことやろうっていうのはちょっとないのでそこまで僕は器用ではないので、まあ、その現実逃避としてはとてもいいツールだなと思います。で、まあ あれだね、この自信がちょっと良かったのは今まではなんとか早く早くクリアしようと早く周りにやってる人に追いつこうっていうふうに思ってたけどやっぱもうどうしようもないことが起こるんだから好きなことやった方がいいなと思ってだから明日以降「動物の森」やらないかもしれないしもう気になる気にならないとか知ったこっちゃないですから。 そんなこと言ったって地震でケーブルがね切断されたらもうあの電気も来なきゃネットも来ないというような状況になるんですからうあのどうしようもないかなと思ってますね。はあ。 いやあ、疲労困ぱいです。<laughs> なんでこんなに頑張っちゃったんだろう。よいしょ。こらせ。まあ、でも株、株に興味があったのと、アトランティスじゃなくて、タランチュラ。うん、ゲームのやりすぎだよ。<laughs> 昨日からほずったりやって、2時間ぐらい寝て、パッて起きて、あまたやら,やらなきゃ、つってタ。タランチュラを取らなければって。 ゲームを立ち上げて配信するんだからダメだねダメだっつうかまあそれだけ夢中になってるってことなんですけどいいんじゃないかなそれでね僕はそう思いますよまああとでこのあのー、配信をねタイムシフトで見る人もね、えー、一応今んところ無事です10時現在無事ですけど皆さんもお気をつけてください これが余震という可能性もなきにしもあらずですからね。じゃあ、ありがとうございます。終了です。えー、再会はいつか分かんないんですけど、また機会があればお会いいたしましょう。はいはい、おじいちゃんも気をつけて。いえいえ、とんでもない。お互いにね。じゃあ、終わりまーす。お気をつけて、相手を疲れです。 いやいや、すいませんね。ありがとうございます。もう、ナシさんたちがみんな優しい。素晴らしい。本当にね、僕は君たちの全員の心を信じてますよ。もう、す,すごい信じてるからね。ああ、10時だとあれか、スーパーヒーロータイムとかもう終わっちゃってんのか。やだ、日曜日って、動物の森やると、楽しいテレビの、あの、 プリキュアとか見れないじゃん <laughs> しまった今日プリキュアのイエローの話だったんだ。ああ、みそ見れた。<laughs> 先週話してたあの気になる話。私プリキュアやめるって話が。 ちょっと気になってたのに、まあ全部持ってかれましたね。動物の森にね。それはそれでいいんですよ。あの、楽しいゲームができたので全然問題ないんですが。ああ、そうだ。プリキュアの衣装とかゲームの名前で作ったりとかもしたいですね。などなど、えー。じゃあ終わります。ありがとうございました。